本州中部の山岳地帯からの眺め、中央高知式気候の地域中央高知式気候とは、日本の気候区分の一つである。太平洋側気候の東日本型の一種で、中央高原型や、中央高知気候、中央高知型気候とも呼ばれることがある。周囲を標高の高い山地に囲まれている盆地の気候であり、中部地方の中央高知に由来する名称である。 中央高知式気候とは、周囲を標高の高い山地に囲まれている盆地の気候である。おおむね夏の太平洋側からの暖かく湿った風や冬の中国大陸から日本海を渡ってくる冷たく湿った風の影響を大きく受ける日本にあって、周囲の標高の高い山地に阻まれて、これらの季節風の影響を受けないため、年間を通して湿度が低めに安定しており、 年間降水量も少なく、1000ミリメートル程度である。1ミリメートル以上の降水が観測される日数で、ある降水日数も梅雨を除いて少ない。また、冬は放射冷却現象によって、朝晩の気温はかなり低くなることが多い。中央高地では、年間を通して、季節風の影響を受けにくく雪も、豪雪地帯の山梨県南アルプス市、早川町、 長野県飯田市を除いて少ないが低気圧や気圧の谷接近時は気温が低くなりやすいため北海道、北東北の太平洋側と同様に雪になりやすい。また山梨県の京南と長野県の基礎南部、下稲、東京都の大梅市、八王子市、神奈川県相模原市等は太平洋側気候の特徴も有する。気象庁、気象統計情報より 降水日数は1ミリメートル以上中央高地のうち、停滞前線が通過する季節を除いて、降水量が少なく、平均湿度が年間を通して安定している。中央高地のうち、季節風の影響が少し見られる地域。夏季の月間平均降水量のピークが二方性にならない。宮崎の地理、第三節日本の気候、ウェイバックマシン。ありがとうございます。